ネズミ餅は木製カイボタの貴族の樹木。高さ8メートルほどになり、四国色に熟した果実がネズミの糞を連想させ、全体が餅の木に似ている。団地に自生するとともに、公園などに植えられている玉椿の別称も用いられる。和名ネズミ餅は果実がネズミの糞に似ており、姿が餅の木に似ることから名付けられたものである。日本では本州中部以南。 四国、九州、琉球列島に広く見られ、国外では台湾と中国から知られる。低地や低山の林内や林園に生え、人家にも植栽される。商用樹林における代表的な幼樹であり、森林内の開けたところや山火事の跡などに多数見られる。山地の野生する常緑の低木、または小高木で高さ5から8メートルほどになる。よく横絵を出して、 海上の樹形になる。茎は肺褐色をしており、その表面に多数の粒状の皮目が出る。葉は耐性し、葉芯は長さ4から8センチメートルの楕円型で、葉肺に虚子はなく、厚手で表面には艶がある。葉平は長さ5から12ミリメートル紫色を帯びることが多い。花期は初夏。新しい枝先に白い小花を円錐状に咲かせて目立つ。 枝先につく果序は円錐型で特有の異臭があり、長さ5から1 2トル、多数の花をつける。花は筒状で計5から6ミリメートル、果冠は白く、中ほどまで4つに割れ、それぞれが反り返る。おしべはこの果冠の裂け目のうちの対面する2つのところから出て、果冠の裂片くらいの長さがまっすぐに突き出る。果女が多数出るため、木全体に、 真っ白の花の塊が散らばったようになり、透明にもよく目立つ。また、花むぐりなどもよく集まる。結実までに落下するものが多く、花の数に比べて果実がつく数は少ない。果実は、長さ8から10ミリメートルの棒状に近いラ円ン型で、はじめ緑、後に表面にこを吹いて、秋には四国色に熟する。全体に大型な種は、トーネズミ餅で、果実は、 同様に薬用にする。干渉価値は、低いが安価かつと支部など日照度質の劣悪に耐える、剣強さから、街路樹や池垣の穴埋めとして利用される。やや寒さに弱いため、利用は、関東異性が中心、袋持ちバリエーション。ローチューンデフォーリアムは葉が丸くなり、枝が詰まって生じるもので、園芸品である。ただし近年は工術の峠持餅もよく使われる。 日干しして黒熟した果実は、和女貞子もしくは、女貞子と称する木薬で、需要競争目的などに、漢方薬で使われる。小薬名に、和とつくのは、中国主党ネズミ餅の果実を同様に木薬にした、女貞子と区別するためである。薬用に使われる果実には、配当体のシリンギンや、タンニン、ステアリン酸、リノール酸、パルミチック酸、オレアノール酸、 ウルソール酸、ロウシス、ブドウ糖、マニトールなどを含んでいる。死亡中のリノール酸は、血管内のコレステロールの沈着を抑制する作用があり、動脈効果の予防に役立つと考えられている。オレアノール酸やウルソール酸などは、需要競争に役立つとされている。民間療法では、疲労回復、虚弱体質などの競争保険、風邪の時の解熱剤として、陰干しにした。 果実ついた治療3から1 0ムを水400から 600cc で半量になるまでとろびで煮詰めた千字汁を食感3回に分けて服用する用法が知られている。いわゆる老化防止の薬草で、若しらが視力減退目がかすむような時にも良いとも言われている。冷え症で胃腸が冷えやすい人に対して服用は禁忌とされる。その一方で、 35度の焼酎1リットルに対して、和女貞子100グラムの割合で浸して、3ヶ月冷暗所で寝かせて、女、貞子氏を作り、毎晩就寝前に、酒一杯ほど飲むと、冷え症や低血圧の保険に役立つとされる。また、乾燥した葉を茶葉のように使うか煎じて飲む方法もあるが、渋みが強い。日本では同族に、イボタノキなどがあり、似たような場所に生えるものもあるが、 ほとんどは落葉性であり、この種のような厚ぼったい葉を持つものではないため、区別は簡単である。ただし、中国原産のトウネズミ餅は非常によく似ている上、あちこちで栽培されることが多いため、混乱を生じている。葉を裏から火にかざしてみると、本種は葉が厚くて葉脈が透けて見えないが、似たトウネズミ餅は葉脈が透けて見える。また、本種の果実は、 楕円形である。しかし、特に葉だけでの区別は困難で、またトウネズミ餅が野外に出る様子もあるため、厄介なことがある。この植物は枝を枯らすとすぐに葉が脱落する。お芝標本ではまず一枚の葉も残らない。理想ができる前に殺そうと、薬品処理すると、その時点で葉が落ちることさえある。関西北では、トウネズミ餅が庭や池垣に植えられる。ネズミ餅の トーネズミ餅、どちらも薬用にするが、トーネズミ餅の方が良いと言われる。米倉康二、梶田忠カラガストラムジャポーニカム三部、BG プランツワミョウ学名インデックス。2020年6月7日閲覧。ABCDEFGHIJKLMN、田中康二1995、P153、ABCDEFGHIJ 河原克幸2015、 P126 ABCDEF カイツヨシタ九1995 P224 ありがとうございます。